ゃないですさせていただくことになりましたので、まあ、他のラインナップを聞いてみたいなという方がいらっしゃいます。
しゃいましたら、12月6日ゆうゆうランドでお待ちしてますのでよろしくお願いします。またそこにですね、たまたま今日偶然居合わせたですね、あそこにあのくつろいでいらっしゃる、くつくんっていう人、彼の、まあですね、レスペクトレーラー、あとですね、あの後ろにですね鎮座されております、あのヤッコの神でございます神でございます、あの小沢さんのあのマッドシンガー通称マッドさんのね、このバンドがも出られるんでですね、もしよろしかったら皆さん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあここでですね、初めての方もいると思うので、ビートニックの愉快な仲間たちを紹介したいと思います。まずですね、すいません、私の後ろに隠れてもう見えなくなってると思うんですけど、見えなくても存在感は大きいです。そうですね。ドラムスビートヒロシ。そしてですね、一番あの皆さん向かって右側に、まあ、コーラを片手にお客と同化しています、ベース小林さん玉川。うちのマドンナ的存在なんですけど、一番皆さんの視界に入らないそちらにいらっしゃいます。客席で見てます。客席その2です。キーボードなるみ。その旦那サトシ。主催者。そうですね、もう語らずとも分かると思う。何を、はい、そうなんです。詳しくは聞いてください。ナルミンドロボなんです。私おしゃべり担当のユキです。よろしくお願いします。私の右に足のギター&ボーカルユウスケ。